岡宮天皇陵に何回目かな、だいぶ来とるけど初めてちゃうか、男してないの。いつも落としとんねんて、草刈り機か掃除機かね、今日何にもしてない、珍しい。ここから綺麗に綺麗に道を舗装してくれてありますよ。いやー、草ぼうぼうやな。あれがね、調べて分からへんだけどね、あれ古墳に見えて仕方ないんだけど、あれ天皇陵でございます。失礼いたしました。高取で天皇陵なんかあるかなってね、えそんなこと言うと2両ありました、2両申し訳ございました。はい、ここに岡宮天皇前見休養、間違いございませんね。あー、気にしてくれてる。ずいぶん中が見えますね。最初来た時はね、ほんまにもう草木がボーボーで何にも見えぐらいね、ことでございましたけど。あら、もう一個中にも隠してはんの、あれ知らなかったんだな、なんか見えてなかったんだよな、あれ。この神社の方からね、ここ神社がね、あの辺からずっとね、中に覗いたことあんねんけど、山寮でございます。こんな石垣作ってくれてんだけどね、はい、岡宮天皇陵、どうもここじゃないんじゃないかということでございますからね、やっぱ塚明神古墳も行ってみましょうか。はい、岡宮天皇陵でした。ありがとうございました。やっぱりね、岡宮天皇陵の神陵じゃなかろうにのことでございますから、塚明神古墳にちょっと寄りましょうか。草壁の巫女さんね、持統天皇のお子さんでございます。の方の石垣の方がいいね、断然いいわ。それもちょっと石垣の石が小さすぎるかな、奥行きがちょっとないからね。あ、これは私、この石垣は最初来た時この看板が読めんぐらいだったよね。分かればね、読めるけどそんなんでございます。最後に階段がまだあるんですよ、100段くらい。綺麗に掃除してくれてますよ、右も左も。草みんな買ってはって、買ってくれてるよ。失礼します。これ費用が申してくれるの、これそういうことかね。はい、失礼します。綺麗にしてくれてるわ。これ埋められたから何や見えんだよな、見えないですわ。あら、珍しい。標本が飾ってね、珍しく。はい、失礼します。看板でも見ますか、じゃあ。塚明神古墳。これのね、あいたたた。これの、あれ、石室はどこやったっけ。
柏原、ここが研究所や。博物館の横や。明治26年。直径60メートルもあるのすごいね。7紀後半の末期と考えられ、官邸から総年期、草加部の巫女さん。天武天皇と持統天皇と内殿をお迎えになりました。墓である可能性が大きいと言われています。はいはい。そうだよね。昔から聞いとる話だけど、はいはい。そうでしたか。それはね、やっぱりね、行くようでなかったけど、あれ見とかなあかんかなと、さ、とっとかんと。はい、ありがとうございました。60メートルのね、円墳の上に、墳丘を作ったということですからね。はい、一応これでね、高取町の公文が全部回ったことになりますんでね、ありがとうございました。どうも、あと行かないかんの？あと、やっぱり診療行かないかんのかね。健康室学校本当。それから、柏原考古学研究所、附属博物館には、裏には、前にはか。前には行かないかんのかな。はいはい、わかりました。やってきました。博物館でございます。はい、その横にね、博物館なんかやってんのかね、いいよ。はい、これでございます。これ。午前中に回ってましたけどね、菅明神古墳。岡見は天皇陵からの、ね、流れで、これ昭和59年にかいの搭載ね。はい、これが岡見は天皇陵でございます。岡見は天皇じゃなくて、これは塚明神古墳や。こんな感じでね、中見える。ああ、ちょっとだいぶね、ちょっとカビが生えてるかね、木が生えてる。こんな感じでございます。これは塚明神古墳のね、石図がこんなんだろうということでね。ということは、この上にもおそらくね、八角墳みたいにしてあったんやろな。どうなんだろう。ああ、まあ、見えんな。藤井寺で出ました修羅でございます。本物は地下津飛鳥博物館に置いてありますけどね。これはセメントで作ったやろ。はい。はい、ありがとうございました。高樽町古墳回れでした。ありがとうございました。はい、これで終わります。